も高木さんちの今日のご飯へようこそ、高木です。はい、ということでですね、ラグナロク開始されましたね。いやー、いいこといいこと。いやー、こっからね、また新しくストーリーがオリジナルで始まるっていうことで、情報局でもあったんですけど、新キャラたくさん、ストーリーも盛りだくさんということで、今回はガチャを引いていきたいんですけども、皆さんこちら、排出のところ見て、なんと、いやー、このね、新キャラがみんな 0.5% っていうのはめちゃめちゃ嬉しいんですけど、さらにこちら、サリエルとタルミエルさんがいらっしゃる神ということでね、ちょっとね、外れても、割といいんじゃないかな、今回。今回ちょっとね、頑張ってくれたんじゃないかなっていうので。いや、まあまあまあ、どうなるはね、みんなゲットできたっていうので、まあ狙いは、ロストベインメリオダス。っていうか、一番はシグルドかな、っていう感じで、回していきたいと思います。それでは、まず10連、レッツゴーセル。いやー、やっぱりね、ガチャ回すのは楽しいからね。ただ SSR のね、全体が 3%。まあ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 、フェスガチャに比べれば低いですけども。さあ、どうなっていく？ちょっとね、アサメリパーティーとかもね、いやー、情報局でアサメリパーティーにボッコボコにされたんでね。嘘！いやー、スキップ！プンプン。はい、20連目。このね、機会にね、せっかくだからアサメリパもね、ちょっと、あ、まあシグルとかゲットできたら育ててみようかな。こらこら、しっかりしろいやー、ラグナロック始まるんだからさ、ここは景気よくね、しょっぱな当てていきたい。おし、はいはいはい。まずは SSR1 枚目じゃないかな。さあ、レッツゴー。お、ん、あ、え、嘘。え、嘘でしょ。うわー、マジかよ。うわー、今の絶対 SSR 出る流れやったやん。いや、初速悪いな、本当に。40連目。てい。初速のスピードが悪すぎる。リズケン当てにならんな、でももういやー、どうだ。そろそろ SSR が、40連もしてて SSR 一体も出ないのはしんどい。うわー、マジか。うわー、もう負けすぎだろおい。うわー、うそ。50連目、赤でリズケン。うわー、なんかしょっぱいな。なんだろうな、今日リズケンの確率がクソ低いな。なんだろう、 SSR になる。嘘、それでまた負けんの。頼む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 。いや、そうだよ。いや、僕昨日誕生日だったんで、誕生日パワーでいけるんちゃん、これは。いけないのかな。誕生日パワーを指に。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。いや、グラクロ情報局の後に、ケーキ用意してくださってて、ネットマーブルさんが。なんで、みんなで分けて食べたんですけど。うわいやー、久々にケーキ食べたのが美味しかった。60連目でこれ？嘘だろ？ねえ、ほんと出ろ！ほんとマジ出ろ！もう、誕生日プレゼント的な、枝、赤枝。赤枝さんお願いします。あー、もう、70連でゼロよ！マジかよ、嘘だろ。誕生日とか言うか。っていうか、本当に最近のガチャンが、もう、悪すぎる。頼む、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 もう。
イダだしさ、ホークちゃんだし。あーもう80連でゼロってもう爆死だろ。もう爆死爆死大爆死じゃん。もうえ、なにこっから10枚ぐらい出んの SSR。 え、1枚も出ない。ちょっとこれで出なかったらマジでどうする。ラグナロク、ラグナロク嫌いになるよ。そんな初っ端のガチャ。今度こそケリをつける。0.3%、 0.3% 確率どこ行った。マジでこれは強敵だな。まだ全てが終わったわけではありません。